書籍、栄光スインミラクルズの略称で、この書籍による、読集過程も指す。単に、コースとも呼ばれる。アメリカ人心理学者、ヘレン・シャックマンが、イエス・キリストと思われる内なる声を聞いて書いたとされる、英語のスピリチュアリティ文章である。世界は現影であり、自らの外には何も存在せず、斧が神と一体であるという、古代インドのアドバイタベイダーンタ的な非二言論思想が、 解かれている。この作品の最大の前提は、人生で達成できる最大の奇跡は愛の存在を知ることである、という教えである。神と一体となることで愛を知るとされる。ニューエイジで広く読まれ、バイブル的存在だった。奇跡の学習コース、奇跡の道などとも訳される。百六十五年、ニューヨークのコロンビア大学長老配慮センターの博士で、 無心論者だったフロイト派のヘレン・シャックマンジョ教授が自らの内部からの声を聞いて即帰し彼女が所属していた心理学部の学部長ウィリアム・セットフォード教授に読み聞かせ彼がタイプし編集した最初に受け取ったメッセージには実在するものは脅かされない実在しないものは存在しないここに神の平安があるという中心テーマが含まれていた声は イエス・キリストによるものであることがほのめかされている。まとめられたテキストが友人たちの間で人気になり、1975年に、ケネス・ワプニック博士が構成し、ニューヨーク大学のジュディス・スカッチ教授が出版のために、内なる平安のための財団を設立した。1976年に出版されたが、作者は記されていなかった。講座は1200ページからなり、 テキスト、ワークブック、指導者向けのマニュアルで構成されている。最初の一連のレッスンは、今のあなたのものの見方を根底から崩すためのもので、二番目は、真の知覚の獲得を目指している。このように、レッスンの多くは、過去の経験によって、身についた否定的な自己プログラミングを解消して、今の瞬間にいることを学ぶ練習で、ジョン・クリモは、従来の心理療法的アプローチと、 共通していると述べている。他に、レッスンには、私は創造主と結ばれた自己である。私は真に自分に属しているもののみを求めるといったものや、超有物論的な、私に見える世界には、私の求めるものは何もない。すべては神を求める声のこだまである。神の平和は、私の中に今輝いているといったものがある。読集を通して学習者を、 否定的な物事に立ち向かわせ、心を愛に目覚めさせることによって、秩序だったスピリチュアリティに導くとされている。アメリカの新宗教研究者の J. コードン・ウェルトンによると、組織を必要とせず独学できる、履修過程として構成されているため、宗教組織に幻滅したクリスチャン層に人気がある。一元論的な教えを、キリスト教の用語を使い、 キリスト教伝統の概念を改変しつつ語っている。神は天国だけを創造し、天国と一体である。そのため人間は自分の外側に何もなく神と一体であると理解することで自身の中に天国が蘇るとされる。コースにおける天国は完全な一体性への気づきである。表題にある奇跡は外的な行いではなく、 神から離れて存在できるものはないという知見について述べられている。神は自らを愛するのと同じくらい人間を愛しているとされる。イエスとは神の愛を伝えるキリストの唯一のメッセージを携えたものであり、安心して使えるシンボルであり、このようならぬ愛の象徴であり、教えが理解されるまで様々な名前、形で現れるという。精霊は 神と人間の交流をつなぎ、一体であると裏付ける、ものだとされる。宗教学者、ルース・ブラッドビーは、中心となる信念は8世紀インドのシャンカラの日に言論的、アドバイタ・ベイダーアンタに近いと述べている。本書を、シャックマンと編集した、セットフォードは、奇跡講座は、キリスト教的なアドバイタ・ベイダーアンタだと語っていた。彼は、 ビベイカーなんだが解説したアドバイタベーダーアンタの教えを読んで、講座の思想と多くの類似があると感じ、講座をクリスチャンベーダーアンタの一形態と表現できると思ったという。ジョン・クリモは、現実世界のマーヤーないし厳格性と、それに伴う人間のエゴについて語られていると表している。エゴは、完全に自立しているという心の盲信であり、人間はエゴを、 自分の唯一真実の事故と誤解しているという。またブラッドビーは、悪の可能性の否定は、メリー・ベイカー・エディのクリスチャン・サイエンスとの関連を生んでおり、その徹底した超越性は、グノーシス主義につながると表している。ACM を、シャックマンと構成したワブニックは、ACM とグノーシス主義について書籍にまとめ、ナグハマディ文書の真理の福音書との類似を証実し、一方で、 国王ス主義に見られる二元論と ACM は対立するとした。1985年に出版のために内なる平安のための財団が、1996年に公式指導組織として奇跡講座のための財団が設立された。10を超える国に2000人以上の学習団体がある。本講座支持者の共同体は、ファシムが著作権保護によって、 講座の教えに反して宗教的正当性を押し付けていると非難し、著作権に関して論争になっていた。否定的な意見もあり、ニューエイジサイコバブルと批判されたり、キリスト教徒から悪魔の誘惑と呼ばれることもある。ニューソートなど世界中の様々な教えや既存の思想からの影響、引用も指摘されている。ブラッドビーはチャネリングによって得られた文章であり、 イエス・キリストとのチャネリングによるものだと、このめかされていると述べている。教えのソースがキリストであると匂わせる箇所は本にたくさんあり、この講座はキリストに元を発していると書かれている。シャックマンは、声は外部ではなく完全に内部からやってくるもので、自動初期ではなく、聞き取りの際は自分の行動に自覚的であり、内的な口実筆記のようなものだと述べている。 シャックマンは、内なる声による導きを書き出しただけと考えており、原作者であることを認めなかった。また、なぜこうした仕事に選ばれたのか不思議に思い、内なる声の聞き取りが生活の中心になってしまったことをしばしば悔やんでいたという。彼女の上位事故とある、種の普遍的なソースの組み合わせが厳選であると考える人もいる。講座の出版社、シュディス・スカッチは、 シャックマンのエゴに発する理性的な心にはコースを書くような能力はなく、彼女の中の全てに繋がっている部分が、その時代に必要とされる形でメッセージを受け取ったのだと感じているという。シャックマンのその部分はコースでキリストと呼ばれる創造主の心と一体になった私たちの永遠にしてスピリチュアルな事故に他、ならないと語っている。 心理学者のジェームズ・ファディマンは、関係者にあって作為的なものではないと感じたし、彼女の能力はこの仕事には不十分だと述べている。シャックマンは、これは、どこから来たのだろう。明らかに、私自身はこんなものについて、書きはしない。こういうテーマについて何も知らないからだと語っているが、エスリン研究所の共同設立者、マイケル・マーフィーによると、彼女の父親は、 スピリチュアルな本を扱う、精神世界の書店を経営しており、彼女はそういった書籍に囲まれて育った。マーフィーは、コースの思想は、すべてが既存のもので目新しい内容はなく、シャックマンは、こうした知識を十分得ることのできる育ちであり、キリストによる教えだとは信じないが、無意識からよくこれだけのものを吐き出したものだと思う、と述べている。 トランスパーソナル心理学者のケン・ウィルバーは何らかの超常的な洞察が関係しているという見解やシャックマンが通常の事故を超えたものから来ていると感じたことを否定するわけではないがコースは想像以上に彼女の色が強く彼女が影響を受けたニューソートや様々な刑事上学派からの引用が伺われまたシャックマンが自分と内なる声を区別しているにもかかわらず彼女の死は コースとほとんど違いが分からず驚かされると述べている。1976年に出版されてから22こと後に翻訳されている。本は世界中に広まっており、組織された団体の基盤になっている。英語版は2007年時点で100万部以上の売り上げがあり、ベストセラーになったスピリチュアルな自己啓発本を、投資さらに数百万人に影響を与え、学習団体も、 世界中で増加している。現代で最も有名なスピリチュアリティ文書の一つで、ニューエイジを研究するバウター・ハーネ・フラーフは、コースをスピリチュアリティのニューエイジネットワークにおいて、聖典の役割を果たしたということのできる、唯一の書と述べている。エイシーム支持者のゲイリー・アール・ルナードは、エイシームは、自習が可能であり、真理の歪曲の影響を受けずに学ぶことが可能であるという点において、 古今東西のスピリチュアリティの中でも非常にユニークであると主張している。ケネス・ワプニックは聖書文字通りの真実であると考えるならば、コースは悪魔に取り憑かれ、霊感を与えられたとみなされるだろうと述べた。一方、シャックマン、セットフォード、ワプニックの友人だった司祭、ベネディクト・グロシャルは、コースとその組織を批判した。コースのいくつかの要素を 重大で潜在的に危険なキリスト教神学の歪曲であり、偽の刑事の高齢で多くにとって霊的な脅威になると書いている。福音主義の編集者、エリオット・ミラーは、コースでキリスト教の用語はニューエージ思想に似たものに完全に再定義されていると語った。別のキリスト教との評論家は、コースはキリスト教と相入れない強力なアンチ聖書であり、 創造史と非造物の区別を曖昧にし、オカルトやニューエイジの世界観を強く支えていると述べた。ロバート・キャロルは、コースは過度に商品化され、改良されたキリスト教という特徴づけをされた、マイナー産業だと批評した。キャロルはその教えはオリジナルではないと述べ、東西の様々な出典から入り抜いたものであることを、示唆した。日本語英語、ありがとうございます。